令和新選組は今日愛知県庁で会見を開き次の衆議院選挙愛知15区に弁護士で元衆議院議員の辻恵さんを擁立すると発表しましたこの会見で辻さんはこの国から排除されている人と寄り添う政治を作るために頑張り抜きたいと意気込みを語りました令和新選組は今後も候補者擁立を進める方針で 高井隆幹事長は野党候補がいないところを中心に擁立していきたいと話しています愛知中国では自民党の現職根本幸典さんと日本維新の会の関健一郎さんの出馬が見込まれています